雑魚がいるようだな。あそこか。雑魚がいるようだな。どうしたベジータ、助けに来んのか。なんであいつが。何、あいつは少なくとも相当の重傷だったはずだ。二度と復活できぬよう粉々にしてくれる。太陽拳。うわっ、くっ、ぬが。ベジータ今だ、攻撃してくれ。よかった、死んでいない。すぐに直してあげるよ。ことだったのか。何してんだよベジータ。あのナメック星人のガキにあんな能力があったことをなぜ黙ってやがったんだ。俺たちだって知らなかったんだ。知ってたら悟空もとっくに直してもらってたさ。驚いたよデンデ、ありがとう。頑張って。サイヤ人の血を引いてるだけあって、復活したら戦闘力がぐんとアップしやがった。よし、ほんのわずかだけ運が向いてきやがったかな。バカな、あのチビも確かに死にかけていたはずだ。何か来るぞ。待たせたな。ち、誰かと思えば俺たちが地球でぶっ殺した野郎か。ドラゴンボールでこんな役にも立たねえカスを生き返らせやがって。カスで悪かったな。だがこれだけは覚えておけ。フリーザを片付けた後、今度は貴様の番だということをな。まだナメック星人が生き残っていたか。俺一人でやる。お前たちは手を出すな。いえ。相手の実力もわからないバカが、やれるものならやってみるがいい。これまでのナメック星人どこかが違う。とは言っても所詮この俺の相手ではないがな。宇宙のゴミを片付けてやる。まだ挨拶代わりだ。
聖人の怒りを思い知れ。すげえ、フリーザと互角に戦ってる。いや、それ以上だ。やっぱりすごいや。さっきは悪かったな。貴様を舐めてたんだ。だが想像以上にできるんでな、実力を見せることにした。俺もだ。本気でやろう。どうやら勘違いしているようだな。今見せたのが本気だと思ったのか？何？貴様は今のこの俺が変身したものだということを知らんだろう。貴様にも与えてやるぞ、この俺に対する地獄以上の恐怖を。変身だと？よし、先に絶望感を与えておいてやろう。どうしようもない絶望感をな。このフリーザは変身をするたびにパワーがはるかに増す。その変身をあと2回も俺は残している。そのな、なんだと。そんなあと2回も。見せてやろう。光栄に思うがいい。この変身まで見せるのは貴様が初めてだ。待て、貴様が言っても無駄だ。それよりこの俺を半殺しにしろ。今すぐだ。え？ふう。お待たせしましたね。第2回戦といきましょうか。化け物め。どう？ちょっと入って。風船から受けたダメージがなくなってる。ふっ、はっ、やった。ちょっちり、ちょっあったね。ふっ、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 
俺たちサイヤ人が死の一歩手前で復活した時に強さが増すことは分かっただろう。さっさとこの俺を半殺しにするんだ。自ら死にかけても効果はない。貴様がやるんだ。一瞬で治療することのできるあのナメック星人のガキがいたことは幸運だったんだ。いくら大嫌いなお前だってそんなこと。もうすぐ悟空も蘇ることだし。カカロットは下級戦士だ。あれ以上強くはなれん。よし、この姿のままでもあなたたち全員を始末するのは簡単なことですが、殺す前に死よりも恐ろしい究極のパワーというものをご覧に入れましょう。今のうちなら間に合う。早くやれ。それでいいんだ。ご飯この場を離れるんだ。はい。何この俺は直せんだと。お前も僕の仲間をたくさん殺した。そんな奴は直せない。なんだと。僕はあの人を助けてくる。大丈夫ですか？すまない、助かった。クリリンさん、どうしてベジータを？サイヤ人は死にかけてから復活すると強くなるのはお前も知ってるだろ。だからあいつわざと半殺しの目に。そうだったんですか。デンデ、気持ちはわかるけど今はベジータもいなきゃどうしようもないんだ。でも直してやってくれ。今の俺にはフリーザは倒せん。なんだ、フリーザか。変身が完了したんだ。デンデ、お願い、ベジータを直してやって。もたもたしやがって。
フリーザでも何でも来やがれ。俺はたった今スーパーサイヤ人になったんだ。姿は見えてきたぞ。あれがフリーザの正体？小さくなってさっぱりしちまって迫力が。外見だけで実力を判断するなといういい見本だ。今までの方がずっと可愛かったぜ。苦労させて願いを叶えてもらったがすまなかったな。お前たちを助けられそうもない。ナメック星人がお前たちを復活させていたのを見させてもらったよ。でもこれで復活はできない。さて始めようか皆さん。約束でしたよね。地獄以上の恐怖を見せてあげるって。なんてスピードだ。あれがフリーザの正体か。だが今の俺ならやれる。貴様らは邪魔だ。引っ込んでよく見ておくんだな。ガキどもには見えなかったようだが俺には見えるぞ。貴様の動きがな。大した自信だねベジータ。それとも恐怖のあまり頭がおかしくなったのかな。今のうちにそうやってニヤニヤ笑ってろ。ここにいるのが貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。恐怖の宣告、フリーザ最終形態の超パワー。相変わらず冗談きついね。カカロットの出番はないで。見えてるぞ。少しだけ付き合ってあげようかな。飛べ。覚悟しやがれ。ちょっと本気を出してあげようかな。仕上がれ！
そんなはずはない。俺はスーパーサイヤ人だ。くたばれフリーザからやらせてもらうよ。軽くね。ベジータは生まれて初めて心の底から震え上がった。真の恐怖と決定的な挫折に、恐ろしさと絶望に涙すら流した。これも初めてのことだった。ベジータはすでに戦意を失っていた。手助けしたかったらいつでもどうぞ。信じらんねえ。力がどんどん湧き出てくる。自分でも怖えくれだ。すまん、今行くぞ。なんとかなりそうだ。よし、すぐ近くだ。フリーザやゴハン、クリリン、それとベジータ、その他にオラの知らねえでかい木がいる。誰なんだ、まさかこの感じピッコロか。そうか、ドラゴンボールで生き返ったんだな。ベジータの毛がどんどん小さくなっていく。強くなっていたはずなのに。待ってろみんな。